海老蔵さんの多重交際が話題になってますが、複そう数なのん異だ。性と交際する人間についてどう思いますか？まあ、でも結婚してなくて、被害者がいないなら好きにすればいいと思いますけどね。まあね、でも、まあね、でも、まあね。でもさ、なん悩む。か、いや、もちろん結婚してないんだったら、そしてお互いが良ければいいんですけれども、私はやっぱり、なんか他に、なんか結婚してないから、他にもなってる人いるんだって言われたら、やっぱ辛いな。独占したいんですか？独結婚し占ったいていうか。か、いや、なんか、まあ、独占したいってことなのか。そうかもしれませんね。だって、付き合ってて、この人とも付き合ってるって、辛くないですか？ひろゆきさん、そんなことないですか？別の子、もうそれって多分なんか自分のことが嫌いになって他のことに行く、他の人に行くっていうのだときついと思うんですけど、割とでかいですね、僕。なんか、そうですか。縮尺間違えてるのが結構でかいですね。そうですね。クティって言います。ほう、クリーちゃん。なんか、例えば平日僕がすげえ忙しくて、土日しか会えませんっていうので、で、なんか寂しがりで、じゃあ、そのなんか、看護師の人で平日だけ休み取れますっていう人と、いて、そっちが楽しいですっていうんだったら、まあ、それはそれで本人の自由じゃねえっていう感じですね、僕は。そうなんだ。そこに例えば、なんか、寂しいなとかそういうのないですか？その自分が忙しいから相手できない、なので、いや自分が暇な時は相手が付き合えるんだったら別に自分寂しいにならないじゃないですか。なるほどね。まあね。なんかだいぶ落ち着いてますね、猫。ですね。落ち着いてますよ。なんか寝てたからね。もう、いやー、ちょっと私は、じゃあ、やっぱ私は嫌だな。いや、もう嫌だなっていうとこしかないな。自分だけを好きでいてほしい。そうですね。そう思いますよ。まあ、でも多分一般的にはそんな感じなんじゃないかなと思いますけど。